おはようございます。今日はですね、3月8日朝6時28分の FX のドル円相場解説になります。だいぶですね、フェーズが変わりました。今までのフェーズとは全く違ったところに入ってきましたんで、そのことをまずね、お話していこうかと思います。では画面を切り替えます。どうぞ。はい、では週が変わりましたので、週足なんですけども、じゃあどうフェーズが変わったのかってことをお話しますね。で、今までね、あの右肩下がりのトレンドライン、チャンネルラインというのはこういうふうに形成されてましたよね。陽線と陰線が入り混じってこういうふうなレンジを作っていたんですよね。斜めの右肩下がりのレンジを、それが飛び抜けてこういうふうに突き抜けていきました。どこまで突き抜けたかというと、こういうふうな補助線も引けるんですよ。これね、これをブーッと長くすると、なんとですね、ここもブレイクしてるんですよ。で、今まではブレイクしてなかったんですよ。ここもブレイクしちゃったんで、いかに異常な動きがここで生まれたかってことがわかるんですよね。ですんで、今までのこちらからこちらのね、こちらからこちらの斜めの、チャンネルラインがありますけども、この世界はもう完全にね、終わった、切り替わったっていうふうに考えなくてはいけないでしょうね。で、こっから私はね、ちょっと横ばいに入るんじゃないかなと思うんですよ。横ばいに入った後で109円方向にブレイクするのか、107円方向に戻っていくのかってことを見極めなければならない、そんな1週間になると思ってます。次はデイリーを見てみますね。デイリーはご覧のようにもう垂直トレンドですよね。ここお話ししましたように、ずっとね、トランプさんの時はこういうふうにね、セルで来ていたわけなんですよ。それがバイデンさん就任と同時に1月20日からバイの方にね、変わっていきました。私よく勘が働いたなと思います。あの時もしかしたらバイの方にぐるっと変わるんじゃないかなって思わなかったら、多分取り損ねてるところが多かったと思うんですよね。で、最近ですけども、垂直に近いトレンドに変わってきました。もう垂直ですよね、こうなったらね。ただやっぱりね、真上に放り投げたボールってのは真下に降りてくるものなんですよ。例えばこんな風にね、落ちてくることもあると思います。で、逆に放物線を描いて投げたものっていうのは、長い滞空時間を要して放物線とともに落ちてくるんですよね。操作トップみたいな感じです、イメージとしては。さあ、それではね、4時間の方を見ていきますけども、4時間ね、4時間ではどうでしょうか。まあこういうふうにね、折れ曲がっていって補助線引きますけども、そしてここは陽線ばっかりだったんですけども、陽線陰線を繰り返してまた陽線ばっかりの時が来て垂直トレンドに変わっていくということですよね。で、こちらの方で1時間で見ますけども、キャップの形を作りながらね、4時間では上下の大ひげを出してコマみたいになってますけども、迷いが生じてるってことです。もうね、買いの人はおよそ整理して利確して、まあ売りの方もロスカットが済んで、だいたい釣り合いが取れてきて、こっから新しい方向性が見えていく。それが今まるで囲っているところです。私もよくここまでね、話せるようになったかなと思うと感心しますね。さあ、キャップ帽子のような形を取って動きが止まったわけですよ。これはね、今までのように N 字を書くような動きじゃないですよ、ね、ここは N 字なんですよ。まだ N 字ね、ネックラインを越えて上昇していくと。ここはね、違いますね。ここはね、これからレンジとか横ばいに入る動きです。なぜならですよ、上に大きく出た値動きがヒゲによって抑えられてるんですよ。あれ、ヒゲによって抑えられてるところがありますね、ここね。じゃあ次の瞬間、大きく下に行くのかなと思ったら、下からもヒゲで突き上げられて上の方に引き戻されてるんですよね。これはこれからレンジが始まりますよっていうふうな予兆であるというふうに考えられます。こんな感じです。今週の予測なんですけど、私はこのレンジを多少なりとも作ると思うんですよね。その上でどっちにブレイクするかってことでエントリーポイントを見極めなければならない。同時に今後の値動きのね、見通しですよね。バイの方に向かっていくのか、それともやっぱりセルの方に戻っていくのか、この2つを決断しなければならない重要な週になると思っております。はい、ということで今週の相場解説させていただきましたけども、皆さんどのようにお感じになったでしょうか。私はですね、今回はですね、
週の間でもいろんな値動きがあって値段を取っていかないといけないと思いますけども、と同時にですね、この3月、4月、5月あたりまでの大きな方向性を決める、そんな1週間になるんじゃないかなと思います。ちょうど1月20日が1月、2月、そして3月のここまで前半までの動きをもう決定づけたようにね、もうずっとバイっていうふうに言ってきましたね。このぐらいの強いトレンドが今度新しい展開として考えられるかなと思っております。もちろんね、バイに向かうはずなのにセルって決断しちゃったら、ずっと利益取れない、ずっと損を抱えるみたいなことになっちゃって、もうね、資金を減らす一方なんで、すごく重要だと思うんですよ。ですんで、これから始まるレンジの期間をどういうふうに見ていくかってことをね、今日、明日、明後日としっかりと考えていこうかと思います。それでは失礼します。